い、ということで、はい、いつもの野池の管理人さんのお家にやってきました。はい、で、ここでさ、バーベキューみたいにしてヤマメを焼こうと思うんだけど、いいね、今おっちゃんがね、うん、イノシシを取ってきたって。で、それをおっことぬしさばいて食べていて、ちょっと見に行こうか。見に行こう。すげえ。これでケバ焼くとでしょ。あ、それはまた後でね。あ、焼かんとですか。このまま蒸し汁。よし、向こう準備しよう。オッケー。おっことぬし様が。そう、それで、あのイノシシの肉も食わせてくれて、それでヤマメも食って、それで扱いいっぱい引っ掛けの芋を、うん、芋を焼き芋にする。あ、もう最高。で、今からその準備の80。で、その準備のための薪割りを今から関さんがします。します。ちょっと見に行ってみよう。行きましょう。おー、最高。おー、上手。これも昔薪割りしょった。おい。おい。よいしょ。よいしょ。行きますよ。はい、よいしょ。はい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 。ケバの布団の天ぷら。うわ、キム毛抜くてよ。毛抜くて。うん。毛抜くて。毛抜くのは彼がやります。あ、いや、布団の天ぷら。手袋ほら。はいはい。イノシシのね、毛むしるなんでね、できないこと。マジで貴重な体験。ほら、もう始まっとって。お前、これが怖い。俺怖くないか、お前。怖くないか。お前、すげえ、でも綺麗に抜ける。ちょっとこう辺さ、来てからちょっとこれにさ、こうして、まだまだそう簡単に取れんって、抜く面なら。あ、そうなんですか。そういうこと。抜くめんならあ、だけんお湯ばだしようとですね。そうそう、はい、握ってあ、俺、うんうん、ちょっとおい、何してでもだが忘れてもらえんか。いや、飯やなかった。飯は凍ってきよ。飯は凍ってきよ。今日ヤマメ釣ってきたけん。ヤマメ釣ってきたけんが、ストーブに焼いて、すごい剥きやすい。はい、ありがとうございます。ね、それでね、はい、こういう感じで肌をこうして吸っていくような感じにしたら、うわ、俺血まみれになってる。いつの間にか。ああ、何が手が、あら、貸してんのそれ。ああ、だめ、ちょっと扱ろうか。あ、ちょっと だいぶ熱い。騙された。免許券コンクリートすんばって。温泉のまだひどくや。温泉の方が匂いすごかったですか。あの、我が生育はかん、あの、聞いたことある？え？我が生液は。ああ、書いたことあります。書いたことある？俺ない。え？精子の匂いやろ。精子の匂い。書いたことない。そしたらね、はい、こういうのイノシシたちね、体全体から精子の匂いの、ブンブンする。あ、本当だ。これあれ、お湯かけてないとこ全然。だれんとね。でも意外に綺麗になるね。なんか、黒くないね、逆に。うん。あの、温めすぎても抜けんし、冷えすぎても抜けん。 その中間でボロボロボロって取れる。へー、いい状態があるって、うん、分かったね。急にポロポロって取れるんですよね。ただ冷えすぎてもまた取れんくなる。カンパチは良かった。カンパチ。カンパチは1月に釣ったね。カンパチというかブリ。話だけしか聞いてないけどね。今度持ってきます、ね。ほぼ仕上がった。これはもともと食べるように取ってきたやつ。もちろん基本的に食べられんとこはこの時代に持ってた。この辺とかうまく、なんか筋肉っていうか足動かす。横隔膜。横隔膜って牛で言ったら何やったっけ。ミノ、ハラミ。ハラミか。タブ、取っちゃうか。食べる。いや、俺ちょっと怖いけど、あの、もう任せる。いつも食ってる状態にしてもらう。贅沢な。贅沢かでしょ。おい、おい、もう、あの、箱入り息子やけん、なあ、もう一人で仕切らん。そこら辺の、そこら辺の積もやすすダンボールやのか。でもね、こんな体験ね、なかなかできんけんね。いい経験させてもらったね、うん。俺の人生にね、イノシシの毛をむしったって言える。胸張って言える。もう全然食べれそう。
うわ、ただこっからお腹かっさばくのか。食べれそう。 かぶりついていいっすよ、ヨナさん。無理無理無理。イノシシの毛、枯れました。枯れましたよ。重いもん。綺麗な裸になりました。綺麗な裸になりました。べっぴんじゃんやな、これ。べっぴんじゃん。綺麗に掃除して、お芋沸かせるぜ。そうね、お掃除。うわこれ、あ、そうそうそう。おお、いっぱい出てきた。お掃除してるわけですね。解体処理。ここで解体処理ですか。いや、腹綿を出すと。腹綿、君って、俺無理。いやかも。え、無理っていう、無理っていうこと、あんまかすべ。怒られる。おお、結構スパンって入るんだ。初期は包丁が取れないです。うわ、結構皮厚いんだ。すげえ。脂肪、そんな分厚いんだ、内臓まで。バイバイ。すごいね。十。小学生的には衝撃的。あ、でも肉が見えてきた、ほら。あ、ほんとだ。わ、すげえすげえ。簡単に、意外にね。ね、意外に簡単やったね。買ったら取れるんだ。なんかもっと複雑なことやると思ったら、ある程度外すとこ外したら、また引っ張り出すだけ。ベロンって。なんで、あかんまかでゴルバ。へぇ。うわ、うわ、すげえ。取り外は俺。一緒。美味しい。お前、小さい入れて戻ってくるのかくて初、心臓取るの初な。取りの初。今、ドバイショ食べやすいように開きよう。千葉、千葉綺麗に洗わなきゃ。千葉洗いよ。うわ、すごい、本当だ、レバーだ、レバー。足の効果とか飛ばして。おー、うわ、切れそうだね。ここが横隔膜。おー、おー、早く食べっか。いやー、いや、おい、入れるのか。なんでミノ、ミノや、ミノ。うわー、レバー、レバーっすね。こんななんかチンコみたいな部分なんですか。こうか。いや、いいっす。熊の胃。いいですか、それ。熊の胃。熊の胃。昔のことは知らんか。知らんす。お前、胃悪中。胃悪中です。悪かくんたよ、こう食わせてやっぱ。あ、したら治ったですか、それ。うん。へえ。昔からね、熊の胃って言ってね、はい、胃薬になったと。その部分がですか、うん、それなんですか、肝臓の胆嚢とかかな、うん、そう。あ、反応。へえ。昔から言うちゃろうが、条約口逃がし。はい、オッケー。すげえ。初めて見た解体。まだ今からが本番。ここまで来たらもう全然グロくない。もう肉ですね、ほんと。なんそれ、よかともっといいやん。あ、お湯のワイトいいやん。とっくりのはいいやん。おちょこもはいいやん。これで何バーするかというと、言うと、あ、力をつけるとく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 ちゃーん。とくちゃーん。おっと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 っ肉をどんどん。まだ
これはヒレ肉。ヒレ肉。一頭から。あ、こんだけですか？うん、2本しか取れない。いやー。お、なんでわかるんですか？うわ。人間で言ったらどこじゃないですか？ヒレ。ヒレ？ないですか？人間熱い人間ね。インナーマッスルだよ。インナー。